はい、改めまして皆さんこんばんは。インスパイア株式会社の横田と申します。今日はですね、まあ、リアルでこうやって講演させていただくのもありがたいんですけど、まあ、非常に皆さんとの距離が近いので皆さんの、ね、顔色もよく分かって、なるべく今日は一応初心者の方でも分かるようにということですね、お話を、伺ってますので、ぜひですね、一人でも落ちこぼれないように、お話ししていきたいなと思っています。はい、今日のテーマは今からで間に合う SNS を始める第一歩というふうに書かれていますが、まあ後で詳しく話しますが、 SNS と言われているもの、まあ、いろんなものが、ね、たくさんあるんですけど、とりあえず自分たちが個人的に使ってるっていうか、どのぐらいいらっしゃいますか。正直ね。はい、ありがとうございます。じゃあ会社としてお店として SNS を活用してるよっていう方、どのぐらいいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。ちょっとこれ少ないですね。はい、ではそのなんでね、 SNS が今重要なのかってちょっと改めてですけど、この歴史を振り返りながらお話をしていきたいと思っていますが、実はインターネットの歴史ちょっとここに載せてみたんですけど、僕はここのですね、下見ていくのが分かるんですが、今51歳になります。で、僕の年齢、年表とですね、世界の年表と日本の年表と僕の個人の年表が3つ縦に並んでいるというね、非常に変なグラフ、年表なんですけど、皆さんも自分の年に当てはめてですね、考えていただきたいなと思うんですけど、僕はですね、よく話をしてるんだけど、ここですね、会社を、大学を卒業して働き始めた、ね、入社した一番最初の時、1994年なんですね。この年って、インターネットないんですよ。インターネットっていうのは、翌 Windows95 が発売された1995年から一般的に使えるようになっているので、僕はインターネットっていうものがない時代に社会人になったんですね。なので、インターネットとは全く関係ない会社に入社したわけなんですけど、でそれからですね、しばらく経ちまして、2004年にですね、ここにですね、書いてるんですけど、IT 企業、IT 企業と言ってもですね、長岡にあります、ホームページの制作会社に入りまして、これで初めてこの IT 業界っていうのを知ってですね、でそれでインターネットとか IT って面白いなっていうところで、まあ、勉強しまして、その3年後の2007年に今の会社を作りまして、現在に至るということなんですが、で、この、もともと自分が社会人になった時はインターネットがなかったんですけど、で僕が創業した2007年は、インターネットはもちろんあるわけなんですけど、今にはないもの。今にはあるものがなかったんですね。何がなかったかっていうと、これ。これがなかった。スマホ。僕が創業した2007年は、スマホがなくて、全員ガラケーだったんですね。で、それが翌年にスマホっていうのができて、これはスマートフォンって世の中で買えるんじゃないのと思って、僕はスマートフォンが出た初日ですね。ソフトバンクから iPhone が発売された初日にスマホをゲットして、で、それで、このスマホの世界について勉強して、まあ、今があるわけなんですけど、この、だから僕のね、人生と非常にですね、この世の中のインターネットとの歴史がちょっとね、リンクしていて面白いんですけど、今日はちょっとその辺の話もですね、していきながら考えていきたいと思っています。はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介に変えまして、今日の本題に入っていきたいと思ってるんですけど、今日ですね、実は僕一生懸命ね、この資料を作ったんですけど、間違ってですね、2時間の内容で作っちゃったの。今日90分だったんですね。なので、若干巻き気味で聞きます。ので、まあ逆に言えば皆さん30分お得だと思ってですね、聞いていただければと思っています。はい、まず、なぜ SNS が誕生し、今までの反則手法を変えたのか、ということで話をしていきたいと思うんですが、これね、僕、マーケティングのセミナーするときには、必ず最初に話をしているスライドなんですけど、このスライドをね、ちゃんと説明すると2時間かかります。っていうのは、世の中のインターネットとか、マーケティングとかってことは、すべてここに書かれてるんですね。なので、ちょっと真面目に話すと時間かかるんだけど、簡単に話します。簡単に言うと、一人の人間であれ、一人の会社であれ、一つの会社であれ、今ある状態から、プラマイゼロでずっと変わらない状態を続けられていれば、人々は物を買わなくていい。お腹も空かない。パソコンも壊れない。欲しいものも見つからない。っていう状態で満足していれば、何も物を買わなくて生きていけるんだけど、人間はお腹が空くし、欲しいものがあるし、物は壊れるから、人は物を買わなきゃいけないんですね。で、その時に、
今ある状態からマイナスに落ち込むと、パソコンが壊れたとか、歯が痛くなったとかですね。こういう状態になると、人々は元の状態に戻したいから物を買う。っていうのがニーズと言われているんです。まあ僕の定義です。で、今度、今ある状態からもっとプラスに行きたい。っていう時に人は物を買います。当たり前だけど、どっちかしかないですね。今より上に行くか、今より下に行ったから戻すかっていう、どっちかしかないわけなんだけど、この上のものっていうのが、いわゆる欲求によって、皆さんが欲しくなるものは、いい家に住みたいなとかですね、美味しいもの食べたいなとか、別に美味しいもの食べなくても、いい家に住まなくたって生きていけてるんですね。今の状態でもまあいいんだけど、よりいいとこに行きたいなっていうのがね、やっぱ人間ね、欲求ありますよね。その時に人は物を買う、というものがあります。で、その中に、まあいろいろこう分かれてるわけなんですけど、これ今 IT 系でいろいろ分かれてるんですけど、もともとインターネットが誕生する前っていうのは、人々が、これね、ネットがないんでね。ネットがない時はリアルだけだったんですけど、その時には観測手法としてあったのは、テレビ、ね、リアルってありますけど、テレビとかで CM が流れる、何かが放送される。そしたらそれを見ていいなと思っている人は物を買う。っていうのが一番有効な観測手法だったんですね。で、一方で、テレビがいいなと思ったのは、要するに自分が欲しいなって欲求が高まるから人は物を買うわけですね。でところが、自分が困ったことがあったときには、どうやって人は物を買ったかっていうと、人に聞くのか、自分が電話帳で調べるのかしかなかったんですね。まあ、自分が自発的に動くのか、自分が動くの嫌だから人に聞くのか、どっちかで人々は解決してたんですね。で、それがインターネットが減ってどうなったかっていうと、インターネットで人にネット越しに聞く。ね、SNS で聞くのか、メールで聞くのか、LINE で聞くのか。で、聞いてることは同じですね。ツールは変わっただけで。で、一方で探すっていうのは、電話帳で探すんじゃなくて、Yahoo とか Google とかっていう検索エンジンで検索して探す。これ同じですよね。探すっていうことを、ツールがリアルからネットに変わっただけ。でもやってることは同じなんですね。探してっていうことをやってるんですね。っていうのがあります。で、こっち側の方はどうなったかっていうと、テレビのコマーシャルに対して、ここに書きましたネットの方は、いわゆるバナー広告と言われている、なんか Yahoo のトップページ見たら右上にこうね、四角いところに広告出たりしてると思うし、YouTube 見てたら勝手に広告が流れてくると思うんだけど、強制的に何かは見せて、わー素敵とか、わー美味しそうとかね、わー食べたいとかと思って欲しくなるよ。こういうような広告スタンスっていうのが、この上に書かれているものになります。なりますね。で、このように大きく2つあるわけなんですけど、このテレビっていうのは、ラジオ、新聞、雑誌って言われているものが、まあ、いわゆる四大マスメディアって言われているもので、まあ、非常に力を持っていますよね。で、今でもすごい力を持っているんだけど、なんでこの人たちは力を持っていると思います？テレビとか新聞とか雑誌とかラジオ。なんで力を持っているかっていうと、世の中のことを伝える能力があるからですね。写真撮ることができるとか、文章を書くことができるとか、動画を撮ることができるとか、音声で伝えることができる。こういう技術を持ってます。だからそれを使って世の中で起きていることを写真撮ったり、文章に書いたり、音声撮ったりして伝えることができたので、だからみんなにすごいって言われたんですね。ところが、このようなことっていうのが今皆さん誰でもできるようになったんです。SNS で写真撮って投稿したり、自分が動画撮って投稿したり、自分が音声撮って投稿したりできるようになったんですね。だから、テレビはオワコンじゃないのとかね、もうテレビ見ないよとかですね。っていうようになったのは、つまり世の中を伝えることが SNS によってできるようになったからですね。でもこれっていつからですかって話なんです、ね。SNS が出たのっていつからですかって言ったら、まだね、10年ぐらいですよ。ね、2011年、今から11年前の震災があった頃から SNS っていうのが出たと思ってほしいんですけど、それより前って、個人が発信するメディアってないんですよ。なので、まだ10年ぐらいなんですね。皆さんがこう SNS のね、可能性とかね、SNS すごいねって気づいたのは、まだそのぐらいなんですね。で、このようなテレビの力によって多くの人に情報を伝えることによって、まあ言ってみれば洗脳であったりとか、よく言えば啓蒙であったりとか、とにかくみんなにこういうものがいいよとかっていうふうに CM 流したらみんながわ、欲しいとかって言って商売していくっていうことができたわけですね。それは、彼らの力を使って、広告とか放送を使って、皆さんに変えっていうことをですね、大企業であったりとか、お金がある人とかができたからなんですね。
このようにして反則をしてたわけです。ところが、インターネットが出てきてどうなったかというと、インターネットというのは、ホームページとホームページがリンクという形でつながっています。誰かのホームページをクリックしたら誰かのホームページに行く。で、誰かのホームページをクリックしたら誰かのホームページに行く。で、これでクリッククリックしていくと、世界中のホームページにたどり着けるようになってですね。これを通称ね、右上に書きましたが、ワールドワイドウェブと言いまして、ワールド、世界、ウェブ、幅広く、ワールドワイドですね、幅広く、ウェブっていうのは雲の巣。世界中に幅広く雲の巣を張り巡らしましょう。これがインターネットの概念です。なので、そのインターネットの概念は、ホームページとホームページがリンクで繋がっているというものなんですね。なので、人々はどうやって新しいホームページを見つけてたかっていうと、Yahoo とか Google って検索エンジンがなかったときは、誰かのホームページをクリックしたら、おすすめのサイトとかリンク集とかってあって、押してって見つけてた時代からも知ってます？これをね、ネットサーフィンって言うんですね。今、ネットサーフィンって仕様なんですけど、なんでかっていうと、そうやって偶然面白いサイトを見つけるぐらいだったら、Yahoo、Google で検索した方が早いからですね。でも検索エンジンって昔ないんですよ。Yahoo、Google がない時代からインターネットってあるんですね。はい、これ見てもらえばわかるんだけど、インターネットはこの辺から始まってるんだけど、これよりここに Yahoo が誕生して、Google 誕生したの98年なんですね。で、ここら辺ってみんなインターネットで、探すときはネットサーフィンしてたんですね。検索エンジンないんですよ。で、それで、わあ、面白いサイト見つけたとか言ってたんですね。ところが、検索エンジンができたので、人々は何々って検索したら、ボンって検索結果で探せるようになったんですね。これできるようになったのが、1995年からの、このね、20数年の間にこれが可能になったわけなんですけど、じゃあ今度は、SNS っていうのが誕生してくるわけなんですね。だいたい2010年ぐらいから誕生してくるんですけど、これによってどうなったかっていうと、人と人がリンクで繋がってる。ね、これ似通ってる図なんだけど、ホームページとホームページがリンクで繋がってるんじゃなくて、人と人がリンクで繋がっているのは SNS です。誰かのアカウントをフォローしている人、フォローされている人、クリックしたら誰かのところに行く。誰かをクリックしたら誰かのところに行く。誰かをクリックしたら誰かのところに行く。それ Facebook なら Facebook、Instagram なら Instagram。っていうので、全部がリンクで繋がっている。で、一人が全員繋がってるんじゃないんだけど、全員のリンクを辿っていけば、世界中の SNS を全員に辿り着ける。っていうのが SNS です。で、その人と人が繋がっていることによって、誰かが情報を出すと、誰かが誰かにシェアする。誰かが誰かにシェアする。誰かが誰かにシェアすると、情報が人を介して、世界中の人に、まあ、インターネットやってる人にですね、伝えていくことができるようになったということですね。ちなみに、世界最大の SNS は Facebook。現在ユーザー数が30億人います。30億人いるということは、地球の人口は今77億人なんですね。約、インターネットの人口が60億人なんですけど、77億分の半分弱の人に Facebook を介して情報を伝えていくことができるようになったってことなんですね。これは、今から10年前、20年前は Facebook ないので、こういうことはできなかったんですね。で、人と人とのつながりっていうのはすごい大事だよって言われるようになったのは、この本当10年なんですけど、これが可能なサービスが出たからですね。それが SNS と言われているものです。で、SNS というのはソーシャルネットワーキングサービスの略なんですけど、これを略して SNS というんですが、ソーシャルネットワーキングサービスって言ったり、ソーシャルメディアとか言ったりしますけど、なんでメディアって言うかっていうと、マスメディアに対してソーシャルメディア、言われるようになります。つまり、テレビとか新聞みたいなマスメディアと比べて、SNS っていうのは、一人一人は力は弱いんだけど、でも一人一人がリンクで繋がっていることによって、結果的に多くの人に情報を伝えることができる。ので、もう一つのメディアじゃないの。ということで、ソーシャルメディアという言い方をしたりします。まあ、ほぼ同義語だと思っています。これは、ソーシャルネットワーキングサービスっていうのは、この公的なね、ネットワークの仕組みを作るサービスのことを言うんですけど、ほぼ同義語だと思ってもらえればと思います。で、このように SNS が誕生してくるわけなんですが、じゃあ皆さんね、ちょっと調べてみてください。はい、ここに書きましたが、LINE、YouTube、Instagram、Twitter、Facebook、TikTok、ニコニコ動画、Pinterest、ノート、LinkedIn、Clubhouse とか並んでますけど、これ国内のユーザー数をちょっとここに書きました。
どこまで皆さんやってるかって、多分ね、左から順番にやってる人が多いはずなんですね。ユーザー数50万人。